伊吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。7月1日に伊吹地崎で発生した土砂災害については、梅雨が明け、この先の天候の安定と監視・警戒体制が整ったことにより、高齢者等避難の情報を解除しました。また災害中ご覧の方々から温かいご支援をいただきました。ありがとうございます。それでは今週の伊吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずはウィークリートピックスのコーナーです。柏原小学校でアスリートを招いた体育の授業が開催されました。7月10日、柏原小学校でアスリートを招いた体育の授業が行われました。これは国のスポーツ庁がオリンピック・パラリンピックのアスリートと子どもたちが直接触れ合うことで、運動の楽しさや喜びを感じてもらおうと全国で実施しているものです。今回柏原小学校には2014年にオランダで開催された世界選手権で優勝したソフトボール元日本代表の投手山根さゆりさんが訪れ、5、6年生の児童23人が授業を受けました。はじめに準備体操が行われ、その後体育館を広く使ってスキップやダッシュなどのトレーニングが行われました。授業の後半にはボールを使った運動も行われ、児童たちはキャッチボールをしたり遠投に挑戦していました。また最後には山根さんが投げるボールを体験してみようと、バッターボックスに児童が立ち、ボールの速さを間近で感じていました。児童たちは授業を通し、運動の楽しさやトップアスリートの運動能力の高さを感じている様子でした。米原市芸術展覧会の表彰式が行われました。7月14日、市役所本庁舎コンベンションホールで第19回米原市芸術展覧会の表彰式が行われました。この芸術展覧会は、市民の創作意欲の高揚や文化の向上につながればと、市と市教育委員会、米原芸術協会が毎年開催しているものです。展覧会は、絵画、彫刻、工芸、書、写真の4つの部門で構成されており、今年は県内外から197作品の出展がありました。各部門に1人ずつ最高賞である支店賞が授与され、受賞者は平尾市長から賞状とトロフィーを受け取りました。また今回の展覧会から市内の小中学生を対象に行われた子ども絵画コンクールの表彰式も合わせて行われました。なお子ども絵画コンクールで大賞を受賞した伊賀波直人さんの作品は、来年の第20回米原市芸術展覧会のポスターに採用される予定です。
症状も大体嬉しかったです。ありがとうございます。もう晴れがましい席で恥ずかしいです。でもまた、はい、来年も頑張ります。よろしくお願いいたします。交通の結節点として重要視されている米原の歴史について考えるシンポジウムが開催されました。7月15日、市役所本庁舎で米原市埋蔵文化財シンポジウム都と東国を結ぶ米原が開催されました。これは交通の結節点であった米原地域の歴史について議論を深め、その魅力を発信しようと市が主催したものです。はじめに文化庁の大見俊秀主任文化財調査官による基調講演が行われました。大見さんは琵琶湖の水運に関する資料は少なく、琵琶湖の水中遺跡から得られる情報により、この場所が日本の物流においてどのような役割であったか見えてくると、琵琶湖水中遺跡発掘の重要性について話しました。その他、名古屋大学の梶原義満教授による東国と近江の境目にある関所不破関の発掘調査結果の紹介や、豊橋市美術博物館の中川久志さんによる浅妻沖の湖底遺跡で発見された遺物についての説明がありました。会場には歴史ファンなどおよそ150人が集まり、古来より交通の要所であった米原の歴史について理解を深めていました。私たち今この辺におります。姿勢ウォッチのコーナーです。今年度で任期を終える ALT の退任式が行われました。7月19日、外国語指導助手 ALT の退任式が行われました。今回、市内の中学校で英語の教育を行っていたアナ・ジョーンズさんが2年の任期を終え退任することとなりました。退任式の中でアナさんは、米原市での経験は私を幸せにしてくれました、素晴らしい思い出のすべてをずっと大切にしますと挨拶しました。平尾市長は、アナ先生が米原を好きになってくれて嬉しい、授業を通して生徒たちの英語に対する興味や関心を引き出し、英語教育に大きく貢献していただいたと感謝の言葉を述べました。また馬淵教育長は感謝状とともに、生徒たちのために全力で頑張っていただいた、生徒たちはあなたのことを決して忘れないでしょうとお礼の言葉を送りました。それではここで生涯学習課からのお知らせです。皆さんこんにちは、生涯学習課の吉田です。今回はルッチまちづくり大学第11期生の学生募集についてご案内します。市では平成13年から明日の地域を担う人材を育てる市民大学としてルッチまちづくり大学を開校しています。ルッチまちづくり大学は、地域に根ざす幸せになるをコンセプトに、日々の暮らしや地域の可能性をさらに豊かにするための出会いと学びを提供しています。視察やフィールドワークを通して様々な体験ができ、地域、年齢を超えた多くの仲間ができます。私の好きな学びをここのルッチまちづくり大学で実践してます。気楽に楽しく学べますよ。皆さんぜひ来てくださいね。バラエティに富んだ先生方がたくさんいらして楽しいです。
ルッチまちづくり大学第11期では、学ぶ、関わる、作るの3つのステップを設けており、無理のない段階的なカリキュラムのもと学んでいただけます。学習期間や開講日などはご覧の通りです。まちづくりに関心がある18歳以上の方で、継続して学習ができる方であれば、市内外を問わず誰でも応募できます。参加申し込みの期限は令和6年9月30日までです。ぜひお気軽にお申し込みください。詳しくは市障害学習課までお問い合わせください。ルッチまちづくり大学で米原市の魅力や新たな出会いを発見してみませんか。皆様の入学をお待ちしてます。続いて健康づくり課からのお知らせです。熱中症は適切な予防法を知っていれば防ぐことができます。ポイント1、暑さを避けましょう。天気予報や熱中症警戒アラートを参考にし、暑い日や時間を避けて外出や行事の日程を検討しましょう。また室内でもエアコンや扇風機を上手に使う、部屋の温度を測るなど暑さを避ける工夫を行いましょう。なお市では一部の公共施設を危険な暑さから身を守り休憩していただけるようクーリングシェルターとして開放していますので、ぜひご利用ください。ポイント2、喉が渇いていなくてもこまめに水分・塩分を補給しましょう。1日あたり 1.2 リットルの水分補給が目安とされています。暑い夏を安全快適に過ごすために熱中症予防行動を実践しましょう。特集のコーナーです。市の創業支援事業を活用してお店をオープンされた3姉妹をご紹介します。それでは VTR をどうぞ。米原の地域資源を生かし創業の夢を叶える人を市は応援しています。このコーナーでは市の創業支援事業を活用し、市内で創業された方々の生の声をインタビューを通してご紹介します。今回は実家のある川並でカフェとヘアサロンを一つにしたお店を開業した3姉妹をご紹介します。創業支援事業とは、米原での新しい事業や産業の立ち上げを支援し、雇用の促進や地域経済の活性化を目指すものです。市内の地域資源を生かした創業計画を募集し、専門家の評価の高い計画に対し補助を行います。令和5年度創業支援事業に応募した沢さん姉妹、長女の美穂さんは美容師、次女の千尋さんは飲食店、三女のひろみさんは事務職としてそれぞれの道を歩んでいましたが、いつか3人で何かやりたいという昔からの夢を叶えるため、使われなくなった実家を活用し、今年の1月にお店をオープンしました。結構前からいつか3人で何かしたいなっていうのは喋ってて、空いちゃった実家を活用して大好きな地元をちょっとでも活性できることがしたいなというのもあって、美容と飲食と得意分野をそれぞれ活かしてカフェ&サロン3本足っていった形でやろうかなって思いました。まず先にいつオープンするかを決めました。それに必要な準備、店舗であったり資格であったり、申請するものはする、お金を借りる、工事をする、どれを誰がするかっていう担当を分担して分けて一斉に全部を進めていった感じで、これまであった生活は変えないままそこにプラスアルファで開業準備が入ってきたので結構多忙でした。大変やったのはもう両立です。準備とこれまでの生活とので工事も真っ最中、もうすぐ始まるぐらいのタイミングで経営塾は行ったんですけど、それで行ったことによって
てより整頓されたし、相談したらしただけすごい助けてもらえたので、もう私はあれがしたいこれがしたい店をオープンしたいって言ったら、じゃあこういう風なのはどうやっていう風で提案をしてもらって、オープンしてからのこととかも想像ができるようになったので、たのは去年で今年オープンですけど、まあ、いいタイミングで教えてもらったなっていう感じでした。初めは自分たちのやりたいことをやろうとがむしゃらだった沢さん姉妹。お店が始まり地域の人と関わっていくうちに心境に変化が訪れたそうです。でも本当に最初は自分のしたいことを自分の好きな土地でしたいぐらいの考えだったんですけど、実際始めてみたら本当にいろんな方がこの土地が好きなんだなっていうことはすごく感じてて、そういう方たちのちょっと楽しいちょっと幸せな時間を一緒に過ごせることが嬉しいし、そういう人たちが心身ともに潤っていく助けになる時間がを作れることが幸せだなって、そういうして始めてからもっともっと地元が好きになりました。私ももともとは自分の仕事をする場所だけ確保できればそれでいいって最初は思っていたんですけど、やっぱ準備したりオープンして皆さん来ていただいてっていう中で、やっぱり喜んでもらってなんぼやなっていうのを実感するようになって、できることは何でもしたいなって思うようになったので、古民家を使うとか地域のものをたくさん使って、それによってお客さんもそうですし他の事業者の方とかが潤う、経済的にもやし、こう精神的にもこう潤って活性化してほしいなっていう、新しいことにもっと挑戦をしていきたいとも思ったし、そういう動きがまたこうそれこそ活性につながったらいいなっていう希望も想像しています。今は意外ととっても保守的そうで、私が結構ガンガンもうやるならやるぜっていう風で、なんでここが反対なのでぶつかる、緩和させる、そうバランサーまあみたいな感じで、全員の得意ジャンルもバラバラだし性格は割と違って、でなんで得意ジャンルでフォローをする、お互いがお互いをっていうのを、まあ、栄養に言ったらできてる。新しいことにチャレンジすることの抵抗のなさに関してはもう圧倒的なんです。姉がチャレンジ精神とか飛び込んでいくところは本当に尊敬します。で視野の広さは本当に絶対視野が広い、そう圧倒的にそれが本当にないからすごいなって思います。自分が全くないものをそれぞれ自分が全くないものを持ってることにびっくりしました。昔からの夢を叶え生まれ育った故郷で新たなスタートを切った沢さん姉妹。最後にこれから創業する方へのアドバイスを伺いました。何か新しいことを始めたりとか挑戦するときって絶対に不安あるし怖さもあるし、うまくいかなかったらどうしようとかもあるし、今でも私たちも多分全員あるんですけど、それでもやってみた方が圧倒的に充実しているし楽しいし、何でしょう、自分が想像もしていなかったようなことが起こったり感じられたり、喜びがすごくたくさん今あるので、迷われてるんだったらぜひとも一歩思い切って踏み出したらとってもいいことがあるんじゃないかなと思うので、私はそういう仲間ができたらとっても嬉しいですね。令和6年度の創業支援事業の申請者を9月12日木曜日まで募集しています。起業について相談したい、地域資源を生かした事業を始めたい、地域経済の活性化に役立つことをしたいとお考えの方は、市商工会またはシティセールス課までぜひご相談ください。